レベルデザインディレクターを務めましたヘキサドライブの宮谷です。本作への関わりとしてコナミさんとの共同開発をさせていただきまして、頂戴した、企画やシナリオをもとにゲームとしての流れを作る、肉付けをするといったゲームの遊びとなる部分の開発進行を担当いたしました。今回です と、岡本さんよりいただいたシナリオをもとに、どの部屋で、どのようなギミックが起こるか、どのような演出が起こるかっていうところの、設計をいたしました。で、またいただいたシナリオに対して、ここでこのようなゲーム体験をさせたいために、このようにシナリオを調整するのはいかがでしょうっていうところを、岡本さんともやり取りさせていただきながら、なんでしょう、ゲームに落とし込むような形で進めていたという形になっております。本作に携わることとなったきっかけとして、一緒にサイレントヒル2のリメイクを作りませんかと、ご提案させていただいたことがきっかけでした。と言いますのも、数年前にサイレントヒルシリーズの移植のお話を弊社宛にいただいたことがありまして、でその話を聞いていたメンバーが、私も含めてシリーズが好きなスタッフが揃っていたんですね。でその際に、移植も魅力的なのですが、現世代機で動くリメイクされたサイレントヒルを見てみたいなと、作りたいという声が弊社内でも上がりまして、でシリーズが復活してほしいなという思いから、何名かのスタッフで、数ヶ月かけて2のリメイクを想定した本番相当の、クオリティでの、プレイできるモック、ウォークスルーデモを制作しまして、でそちらをもとに、もともとは移植のお話をいただいてたんですけども、ご一緒にリメイクを制作しませんかとご提案差し上げたということが、経緯がございました。でそちらがきっかけとなり、その際は残念ながらご縁がなかったんですけれども、その半年後ぐらいですかねに、改めて本作サイレントヒルショートメッセージのお話をいただきまして、ありがたいことに今回ご一緒させていただけることとなりました。今作のテーマは感情に働きかける物語体験だといただきまして、今作の主人公アニタは自分の存在価値に対する虚無感のようなものを抱えているキャラクターになっているんですが、作中で難しい題材を扱っていることからも、テーマやシナリオが描きたいものに対して丁寧に向き合う、深掘る気持ちで制作に臨みました。難しいテーマではあったのですが、辛い気持ちの時に自分と似た境遇の登場人物や物語を見ると、自分自身と重なって感情移入したり共感したり、でそれによって自分の苦しい気持ちが少し救われたような気持ちになることってあると思っていて、いわゆるカタルシス効果と言われているものかなと思っているんですけども、ゲームをデザインするにあたってテーマやシナリオを拝見した際に、そのような感覚、体験を作り出したいなという思いで制作に当たっておりました。何か少しでも皆さんに届くものに慣れていると良いなと思っております。今作、自殺というテーマを扱っているかと思うのですが、例えば太宰治の人間失格っていう本があると思うのですが、なんかそのような作品を読んだ時に、自分自身がしんどい辛い時期に、そのような作品を読んだ時に、それがかえって心地よく感じることがあったりしたんですね。癒されるというと変なんですけども、自分の感じていた暗いモヤモヤした気持ちが、登場人物が代弁してくれていたことで、少し救われたような気持ちになるようなことがあったんですけども、で今作のテーマがまさに死んじゃってっていうところもあったりしたので、
自分が過去に感じたような体験を本作に込められると良いなというふうに思っておりました。ゲームの一番初めは結構普通な世界なんですけれども、ゲームの後半になってくるにつれてアニタの内面を表したような世界観になっていくんですね。でそのような、主人公のこう感情に合わせたゲームとしての中で、初めは普通だけれども、どんどんこう内面に踏み込んでいくような絵になるような形で、例えば弊社内での、アートディレクターを担当していたメンバーと、今回だいたいゲームの開始してこれぐらいではこのような絵にしよう、でそこから、どんどんこう内面世界に入っていくから、こういう絵を作っていこうっていうようなゲームをプレイする上での体験の設計などを行っておりました。一つ思い出したものとして、実はアニタが、マヤに対してこうひどい、少しひどいことをしてたっていうシーンがあるんですが、そこの真実をこう知りたくないアニタのを表現するために、そこにたどり着くまでにあえて何もないこう廊下を用意する、で歩かせることでこう時間を引き延ばす、真実にたどり着きたくないので、ちょっと無意味な時間って言ったら変なんですけども、そのような演出を挟むであったりとか、シナリオのインパクト、緩急をつけるための、マップ調整というところを、行ったりなどをしておりました。本作はナンバリングではない番外作の位置づけとして、新たなコンセプトのサイレントヒルにチャレンジするというミッションがありました。従来の雰囲気、従来の裏世界はサイレントヒル2のリメイクの方で行うことから、今作ではその世界観からは離れよう、新しい一面を生み出そうということで、伊藤雅宏さんからのアートコンセプトや、プロデューサー兼全体のディレクションをされていた岡本さんからいただいたイメージをもとに、相談しつつ、今の時代におけるサイレントヒルとして新たな入り口の一つになれることを目指しました。シリーズのちょっとしたオマージュネタなどもご用意しておりますので、ぜひこうにやりとしていただけると大変嬉しいです。今後もサイレントヒルシリーズの作品が登場されていくことと思います。その中でも、本作は無料でできる作品なので、ぜひ皆様お気軽に手に取っていただいてお楽しみくださいませ。